午後1時ごろには国土交通省の職員らが室蘭市の車両所に検査に入りました。 JR 貨物は午後の会見で保有するすべての貨物車両の運行を停止したと発表しました。道内で出荷される玉ねぎなどの農作物は貨物列車で本州に輸送されていますが、今後の影響拡大が心配されています。